これには何か裏がある。ただキーストーンを持ってゴールすれば全てが解決するほど事態は単純じゃねえ。そう思う理由は？ほとんど直感だ。ただ事情を知ってそうな奴に心当たりはある。そいつの動き方からしてどうもただの大会だの奪い合いだのってわけじゃなさそうなんだ。もしかしたらキーストーンを奪い合う必要すらないかもしれねえ。だからキーストーンを狙うのをやめろと。そうだ。言いたいことは分かったけど根拠がないんじゃ話にならないわね。うん、分かった。じゃあキーストーンは一旦あなたに任せるね。おっと、こいつは話の分かるお嬢ちゃんだ。分かりすぎてこっちが心配になる。ちょっとルビー、だってさ、奪い合ったりしなくていいならその方がいいじゃない。それはそうだけど。それどころか、私たちが必死に手に入れたのに無駄になるってこともあるかもしれないでしょ。そんなの嫌だな。だったらすっきり分かってから改めて戦うなり取り合うなりした方がいいよ。ラグナだったよね。おう。それは私たちにとっても元の世界に戻れるかもしれない重要なもの。絶対に守ってね。もしも誰かに奪われたらこの話はなし。いいわね。ああ、分かった。それじゃあ行こう。はーい、またね。行ったか。やれやれだぜ。それじゃ俺も行くとするか。いつまでも男二人一緒にいるのも気色悪いったらないからな。俺はもう少しこの場所について調べてくる。幸いキーストーンも持っていない気楽な身だからな。またどこかで会うことがあったらその時は情報交換でもさせてくれ。ああいいぜ。それまでにボコられねえようにな。そっちこそせいぜい気をつけろよ。俺に協力しろ。え？俺はこんなふざけた世界なんざさっさと終わらせて元の世界に戻らなくちゃならねえ。その時は俺たちだけじゃなくお前らもだ。お前らもその仲間ってやつも元の世界に戻す。え、そんなことできんの？わからねえ。だが何かしら方法はあるはずだ。少なくともこんな大会なんざに付き合うよりもマシな方法がな。でもそうだね。自分たちが元の世界へ戻るために他の人を蹴落とすとか後味悪いし。あなたの言う通りになるならその方がいいかも。まあ協力って言われても私に何できんだっつう話は別でね。この世界のこと何も分かんないし。仲間がいるんだろ。そいつらと合流したらこの話をしてくれればいい。邪魔してくるやつが減るだけでも十分だ。分かった、任せといて。他にもできそうなことがあったら協力するよ。私の仲間みんな強いしさ。期待しないでおく。じゃあな。そうだな、頼む。協力の手が欲しい。なんだ、意外に素直な言葉が出てきたな。お前のことだ。
てっきり断るものだと思っていたぞ。うっせえぞチビ、さっきの続きでもしてやろうか。な、チビだと。素直さを褒めてやればまた反抗期に逆戻りか。いいだろう、高い授業料は覚悟しておけ。ちょっと待てよリンネ、協力するって決めたばっかりだろう。ラグナさんもここは抑えてください。話を戻すぜ。あんたらの知り合いってのはどんなやつなんだ、格好とか。背は低くて髪は金髪で黒くて可愛らしいドレスを着ています。ついでにウサギみてえなリボンつけてて、偉そうな物言いしてたら完全にそいつだ。名前はレイチェルさんです。低い背、黒いドレス、名はレイチェルか。わかった、探してみるよ。それではのんびりもしていられない、私たちはもう行くぞ。待てよリンネ、たく。じゃあここで一旦お別れだな。お前らも気をつけろよ。くっ、心配なんざいらねえよ、さっさと行きやがれ。ああ、じゃあな。お気をつけて。さて、これからどうするかだな。レイチェルさんを探さないとですよね。二手に分かれますか。そうだな、二人以上でいると誰かに絡まれた時にすぐあいつがバトル始めやがる。レイチェルを見つけたらすぐに俺のところに来いと伝えろ。どんな訳が隠されてるのか知らねえが、あいつがやろうとしてることにはこいつが必要みてえだからな。わかりました、任せてください。ああ頼んだ。俺はレイチェルを探しながらゴールを目指す。なんだどこだここは。ジンもいねえ。ここは最初にいた場所か。キストンはなくなってやがる。ようこそ最終ステージへ、ラグナザブラッドエッジ。てめえ何をした。間もなく全ての因子がここに集う。あ、全ての因子だ。あ、さっきの知り合いか、サトラか。あ、うん、ほらさっき説明したじゃん、危ないところを助けてくれたっていう人。チエ、ちゃんとお礼言った？つかん、また意味わかんねえとこに呼ばれちまったのな、俺ら。あれ？ラグナじゃない？あなた、先ほどの。どうやら、ここに連れてこられたのは我々だけではないらしい。ああ、クライマックスって感じだな。お前ら、あまたの中から選ばれた異世界からの来訪者たち。どういうつもりだ、俺らを集めてどうしようってんだ。あっ、キーストーンがない。は？キーストーンってお前も持ってたのかよ。何をやってますの、あれほど大事に持っておきなさいと言ったのに。あなたたちに渡したキーストーン、その役割は果たされました。ハイドン、チッ、持っていかれちまってる。これより最終シーケンスを開始します。なんだ、気をつけろみんな。こいつは、くっ、あれがキーストーンの正体か。ったく、パネーぜこいつは。まさにラスボスって感じ。間に合わなかったようね。ウサギ、てめえようやく姿を見せやがったな。説明してもらおうじゃねえか。あれはなんだ。仕方ないわね。あれは
境界観測用に作られた機関の一種。その機能は境界を通して異なる世界から因子となる存在を取り込み、その情報を解析、そして確立された因子とのリンクを通してその世界へ進出し侵食を始めるわ。侵食だと？システムはすでに最終段階へ移行し、間もなく最後の扉が開く。チッ、なんでそんなもんが。で、止める方法はあるのかよ。破壊するしかないわね。ただし、その後どのような結果が起こるか、無事にこの世界から解放されるかどうかは神のみぞ知る、といったところかしら。マジかよ。おいおいおい、何ビビってんだ。これまで解決の糸口すら見つからなかったんだ。事態が進展したことをむしろ喜ぶべきだな。話の内容はわからないが、このままでは俺たちの世界にも危険が及ぶってことだな。だったらやるしかねえだろ。状況はわかりましたわ。うん、こいつをぶっ飛ばせばみんなハッピーエンドってことだよね。やるぞラグナ。ああ、こいつらの言う通りや。後のことなんて考えたって仕方がねえ。まずはてめえをぶっ潰す。二度とふざけた口聞けねえようにしてやるよ。やれるか。任せて。ハンターになるためにはこのぐらい乗り越えなくちゃ。油断すんじゃねえぞルビー。うん、一緒にあいつをぶっ飛ばそう。Can't escape from crossing fate. Fight! Fire! Counter! Here I go! Shut up! Counter! Here I go! Take my wrath! Go! Counter! Seriously? Nice trip! Gauntlet Harry to one sight! Gauntlet Thomas! Ta-da! Yay! Mother Jiggle! Manhala Focus! Up we go! Can you dodge this? Blast! There! There! Firing! Damage! I'm not done firing! てめえの負けだよ。これだけ役者揃えておいて好き勝手できると思うなよ。欲張りすぎたな。俺たちはみんなお前におとなしく飲み込まれるようなやつじゃない。観念しなさい。それで次はもうちょっといい子にしてたらまた遊んであげる。これで終わりだ。空が晴れていく。やったね、完全勝利。ふん、分からんぞ。こういった手合いはしぶといからな。
真の姿を見せてやるってか。まあ、お決まりのパターンだな。やめてよ、花村。これ以上はさすがに勘弁してくれ。で、どうなんだ、ウサギ。ええ、収束していた力は跡形もなく無惨したようね。これなら、なんとかなるかもしれないわ。マジかよ、大成功じゃねえか。それで、これからどうすればよろしいんですの？そろそろ始まるわ。なんだ、何が起こる。この世界をつなぎ止めていたくさびを破壊したことでファントムフィールドが崩壊を始めたようね。崩壊って大丈夫なのかよ。安心なさい。すべてのキーストーンに蓄積されていた力はすでに失われているわ。このまま身を任せているだけで私たちは元の世界に戻れるはずよ。待って、ここにいない人たちはどうなるの。そうだ、確かにいたよな、他にもさ。心配ないわ、すべての事象はあるべき姿に戻る。さあ、世界が解放されるわ。何がどうなった。ここはイカルガの近くか。ええ、そうよ。ってことはここは元の世界ってことか。あいつらもちゃんと戻れたんだよな。そのはずね。なんか長い夢でも見てた気分だぜ。だとしたら長い居眠りね。まったくだ。さあ、お昼寝の時間は終わりよ。お行きなさい。あなたにはやるべきことがあるのでしょう。ああ、じゃあ行くか。